ポポ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 。八尺様。親父の実家は自宅から車で2時間弱くらいのところにある。農家なんだけど、なんかそういった雰囲気が好きで、高校になってバイクに乗るようになると、夏休みとか冬休みなんかにはよく一人で遊びに行ってた。じいちゃんとばあちゃんもよく来てくれたと喜んで迎えてくれたしね。でも最後に行ったのが高校3年に上がる直前だから、もう10年以上も行っていないことになる。決して行かなかったんじゃなくて、行けなかったんだけど、そのわけはこんなことだ。春休みに入ったばかりのこと、いい天気に誘われてじいちゃんの家にバイクで行った。まだ寒かったけど、縁側はポカポカと気持ちよく、そこでしばらくくつろいでいた。そうしたら、ポポポポポポポと変な音が聞こえてきた。機械的な音じゃなくて、人が発してるような感じがした。それも濁音とも半濁音ともどちらとも取れるような感じだった。なんだろうと思っていると、庭の生垣の上に帽子があるのを見つけた。生垣の上に置いてあったわけじゃない。帽子はそのまま横に移動し、垣根の切れ目まで来ると、一人女性が見えた。まあ、帽子はその女性が被っていたわけだ。女性は白っぽいワンピースを着ていた。でも、生垣の高さは2メートルくらいある。その生垣から頭を出せるって、どれだけ背の高い女なんだ。驚いていると、女はまた移動して視界から消えた。帽子も消えていた。また、いつの間にか、ポポポという音もなくなっていた。その時は、もともと背が高い女が、超厚底のブーツを履いていたか、かかとの高い靴を履いた背の高い男が女装したかくらいにしか思わなかった。その後、居間でお茶を飲みながら、じいちゃんとばあちゃんにさっきのことを話した。さっきさ、大きな女を見たんだよ。男が女装してたのかな？と言っても、へえくらいしか言わなかったけど、垣根よりも背が高くてさ、帽子をかぶってて、ポポポッとか変な声出してたんだよね。と言った途端、二人の動きが止まったんだよね。いや、本当にピタリと止まった。その後、いつ見た、どこで見た、垣根よりどのくらい高かった、と、じいちゃんが怒ったような顔で質問を浴びせてきた。じいちゃんの気迫に押されながらもそれに答えると、急に黙り込んで、廊下にある電話まで行き、どこかに電話をかけ出した。引き戸が閉じられていたため、何を話しているのかはよくわからなかった。ばあちゃんは、心なしか震えているように見えた。じいちゃんは電話を終えたのか、戻ってくると、
今日は泊まっていけ。いや、今日は返すわけにはいかなくなった。と言った。何かとんでもなく悪いことをしてしまったんだろうか。と必死に考えたが、何も思い当たらない。あの女だって自分から見に行ったわけじゃなく、あちらから現れたわけだし。そして、ばあさん、後を頼む。わしは K さんを迎えに行ってくる。と言い残し、軽トラックでどこかに出かけて行った。ばあちゃんに恐る恐る尋ねてみると、八尺様に見入られてしまったようだよ。じいちゃんが何とかしてくれる。何にも心配しなくていいから。と、震えた声で言った。それからばあちゃんは、じいちゃんが戻ってくるまで、ぽつりぽつりと話してくれた。この辺りには、八尺様という厄介なものがいる。八尺様は、大きな女の姿をしている。名前の通り、八尺ほどの背丈があり、ポポポポッと男のような声で変な笑い方をする。人によって喪服を着た若い女だったり、留め袖の老婆だったり、野良着姿の豊島だったりと見え方が違うが、女性で異常に背が高いことと、頭に何か乗せていること、それに、気味悪い笑い声は共通している。昔旅人についてきたという噂もあるが、定かではない。八尺様に見入られると、数日のうちに取り殺されてしまう。最後に八尺様の被害が出たのは、15年ほど前。これは後から聞いたことではあるが、地蔵によって封印されているというのは、八尺様がよそへ移動できる道というのは、理由はわからないが限られていて、その道の村境に地蔵を祀ったそうだ。八尺様の移動を防ぐためだが、それは東西南北の境界に全部で4箇所あるらしい。もっとも、なんでそんなものを留めておくことになったかというと、周辺の村と何らかの協定があったらしい。例えば、推理権を優先するとか、八尺様の被害は数年から十数年に一度くらいなので、昔の人はそこそこ有利な協定を結べればよしと思ったのだろうか。そんなことを聞いても全然リアルに思えなかった。当然だよね。そのうちじいちゃんが一人の老婆を連れて戻ってきた。えらいことになったの。今はこれを持ってなさい。Kさんという老婆はそう言ってお札をくれた。それからじいちゃんと一緒に2階へ上がり、何やらやっていた。ばあちゃんはそのまま一緒にいて、トイレに行くときもついてきて、トイレのドアを完全に閉めさせてくれなかった。ここに来て初めて、なんだかやばいんじゃ、と思うようになってきた。しばらくして2階に上がらされ、一室に入れられた。そこは窓が全部新聞紙で目張りされ、その上にお札が貼られており、四隅には盛塩が置かれていた。また木でできた箱状のものがあり、その上に小さな仏像が載っていた。あとどこから持ってきたのか、おまるが2つも用意されていた。これで用を済ませろってことか。
もうすぐ日が暮れる。いいか、明日の朝までここから出てはいかん。俺もおばあさんも、お前を呼ぶこともなければ、お前に話しかけることもない。そうだな。明日朝の7時になるまでは、絶対ここから出るな。7時になったらお前から出ろ。家には連絡をしておく。と、じいちゃんが真顔で言うものだから、黙ってうなずく以外なかった。今言われたことはよく守りなさい。お札も肌身離さずな。何か起きたら仏様の前でお願いしなさい。と、Kさんにも言われた。テレビは見てもいいと言われていたのでつけたが、見ていても上の空で気も紛れない。部屋に閉じ込められるときに、ばあちゃんがくれたおにぎりやお菓子も食べる気が全く起こらず、放置したまま布団にくるまってひたすらガクブルしていた。そんな状態でもいつの間にか眠っていたようで、目が覚めた時にはなんだか忘れたが、深夜番組が映っていて、自分の時計を見たら午前1時過ぎだった。ちなみにこの頃は携帯を持っていなかった。なんか嫌な時間に起きたな、なんて思っていると、窓ガラスをコツコツと叩く音が聞こえた。小石なんかをぶつけているんじゃなくて、手で軽く叩くような音だったと思う。風のせいでそんな音が出ているのか、誰かが本当に叩いているのかは判断がつかなかったが、必死に風のせいだと思い込もうとした。落ち着こうとお茶を一口飲んだが、やっぱり怖くて、テレビの音を大きくして無理やりテレビを見ていた。そんな時、じいちゃんの声が聞こえた。おーい、大丈夫か？怖けりゃ無理せんでいいぞ。思わずドアに近づいたが、じいちゃんの言葉をすぐに思い出した。また声がする。どうした？こっちに来てもええぞ。じいちゃんの声に限りなく似ているけど、あれはじいちゃんの声じゃない。どうしてかわからんけど、そんな気がして、そしてそう思ったと同時に全身に鳥肌が立った。ふと隅の森塩を見ると、それは上の方が黒く変色していた。一目散に仏像の前に座ると、お札を握りしめ、助けてください、助けてくださいと必死にお祈りを始めた。その時、ポポ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 、あの声が聞こえ、窓ガラスがトン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 と鳴り出した。そこまで背が高くないことは分かっていたが、あれが下から手を伸ばして窓ガラスを叩いている光景が浮かんできて仕方がなかった。もうできることは仏像に祈ることだけだった。とてつもなく長い一夜に感じたが、それでも朝は来るもので、つけっぱなしのテレビがいつの間にか朝のニュースをやっていた。画面隅に表示される時間は確か7時13分
となっていた。ガラスを叩く音も、あの声も気づかないうちに止んでいた。どうやら眠ってしまったか、気を失ってしまったかしたらしい。森塩はさらに黒く変色していた。念のため自分の時計を見たところ、ほぼ同じ時刻だったので、恐る恐るドアを開けると、そこには心配そうな顔をしたばあちゃんと K さんがいた。ばあちゃんが、よかったよかったと涙を流してくれた。下に降りると親父も来ていた。じいちゃんが外から顔を出して、早く車に乗れと促し、庭に出てみると、どこから持ってきたのか、ワンボックスのバンが一台あった。そして庭に何人かの男たちがいた。ワンボックスは9人乗りで、中列の真ん中に座らされ、助手席に K さんが座り、庭にいた男たちもすべて乗り込んだ。全部で9人が乗り込んでおり、八方すべてを囲まれた形になった。大変なことになったな。気になるかもしれないが、これからは目を閉じて下を向いていろ。俺たちには何も見えんが、お前には見えてしまうだろうからな。いいと言うまで我慢して目を開けるなよ。右隣に座った50歳くらいのおじさんがそう言った。そして、じいちゃんの運転する軽トラが先頭。次が自分が乗っているバン。後に、親父が運転する乗用車という車列で走り出した。車列はかなりゆっくりとしたスピードで進んだ。おそらく20キロも出ていなかったんじゃあるまいか。まもなく K さんが、ここが踏ん張りどころだ、とつぶやくと、何やら念仏のようなものを唱え始めた。ポポ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 ポ。またあの声が聞こえてきた。 K さんからもらったお札を握りしめ、言われた通りに目を閉じ下を向いていたが、なぜか薄目を開けて外を少しだけ見てしまった。目に入ったのは白っぽいワンピース。それが車に合わせ移動していた。あの大股でついてきているのか。頭はウィンドウの外にあって見えない。しかし車内を覗き込もうとしたのか、頭を下げる仕草をし始めた。無意識にひっと声が出る。見るな、と隣が声を荒げる。慌てて目をギュッとつむり、さらに強くお札を握りしめた。コツコツコツ、ガラスを叩く音が始まる。周りに乗っている人も短く、えっとか、うっとか声を出す。あれは見えなくても、声は聞こえなくても、音は聞こえてしまうようだ。Kさんの念仏に力が入る。ポポ、ポ、ポ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 、ポポ、ポ、ポポ、ポ、ポポ、ポ、ポポ。やがて、声と音が途切れたと思ったとき、Kさんが、うまく抜けた、と声を上げた。それまで黙っていた周りを囲む男たちも、よかったな、と安堵の声を出した。
やがて車は道の広いところで止まり、親父の車に移された。親父とじいちゃんが他の男たちに頭を下げているとき、 K さんが、お札を見せてみろと近寄ってきた。無意識にまだ握りしめていたお札を見ると、全体が黒っぽくなっていた。 K さんは、もう大丈夫だと思うがな、念のためしばらくの間はこれを持っていなさいと新しいお札をくれた。その後は親父と二人で自宅へ戻った。バイクは後日じいちゃんと近所の人が届けてくれた。親父も八尺様のことは知っていたようで、子供の頃友達の一人が見入られて命を落としたということを話してくれた。見入られたため他の土地に移った人も知っているという。バンに乗った男たちはすべてじいちゃんの一族に関係がある人で、つまりはごくごく薄いながらも自分と血縁関係にある人たちだそうだ。前を走ったじいちゃん、後ろを走った親父も当然血のつながりはあるわけで、少しでも八尺様の目をごまかそうとあのようなことをしたという。親父の兄弟は一晩でこちらに来られなかったため、血縁は薄くてもすぐに集まる人に来てもらったようだ。それでもさすがに7人もの男が今の今というわけにはいかなく、また夜より昼の方が安全と思われたため、一晩部屋に閉じ込められたのである。道中最悪ならじいちゃんか親父が身代わりになる覚悟だったとか。そして先に書いたようなことを説明され、もうあそこには行かないようにと念を押された。家に戻ってからじいちゃんと電話で話した時、あの夜に声をかけたかと聞いたが、そんなことはしていないと断言された。やっぱりあれはと思ったら、改めて背筋が寒くなった。八尺様の被害には成人前の若い人間、それも子供が会うことが多いということだ。まだ子供や若年の人間が極度の不安な状態にあるとき、身内の声であのようなことを言われれば、つい心を許してしまうのだろう。それから10年経って、あのことも忘れがちになったとき、洒落にならない後日談ができてしまった。八尺様を封じている地蔵様が、誰かに壊されてしまった。それも、お前の家に通じる道のものが、と、ばあちゃんから電話があった。じいちゃんは2年前に亡くなっていて、当然ながら葬式にも行かせてもらえなかった。じいちゃんも起き上がれなくなってからは、絶対来させるなと言っていたという。今となっては迷信だろうと自分に言い聞かせつつも、かなり心配な自分がいる。ポッ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 。あの声が聞こえてきたらと思うと。